まずはなんだっけ、こういうの、こういうので、もうちょっとあのアシストワイヤーとかで、なるべくちょっと遠く、これはあれマジかよ、どこで切れたの？幸先の悪い、なんだこれ。え？ブワーンのどこ切れた。そう。いきなり終わりか。このジグ。ちょっとあれがスナック大きいかな、ジグパラ、どこ狙ったらいいの、まあ多分あの辺行くと絶対引っかかりそうだな。止まんな、全く距離は全く飛ばない、
フォーテンションですね。これはフォーテンション。でもそこまで落としたら絶対これ引っかかるんで。あ、なんかいる？いた？ちょっとわかりにくいな。だから、ちょっとピンクだからわかりやすい。あんまり飛ばさずに、まあスロー落ちるのもゆっくりですね。結構上がってくる。ちょっとベールを起こし、ベールを起こし、こういう方がいいかな。ちょっとフリーテンション、早めのフリーテンション起こし。で、まあ、ここをすぐやる。で、あーっと、で、4のフリーテンション。1、2、3、4。で、フリーテンション。1、2、3、4。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 フリーテンション。まあ、そういう感じで。こういう釣り方ってでも、もしかしたら、ベイトリールの方がやりやすいんかな。ちょっと際の方も。なんか虫がすごいな。なんでこんな虫すごいの。俺にかかってきた。際のいないのかな。いるだろう、なんか。もっと、天気もいいし、今日は。ちょっと、近くまで来ててもおかしくない。腹持った。飛距離がね、でもスピナーとかつけちゃうと、あ、やっぱ引っかかるな。うまいことやんないと。あ、切れそう。あのカキ殻みたいのがなんかくっついてたし、なかなか外れなさそうだけど、ちょっと頑張って。角度変えて、指が痛い。角度変えて、上も。あ、くそ。難しいな、ここは。沈める釣りは、ちょっとこの辺は厳しいな。結構ずーっと入ってますね。テトラぐらいまで。ジグヘッド、せめてジグヘッドだな。トレブルフックは無理だ。相当うまくやんないと。伸びるわ。あ、なんか外れた。外れたわ。ちょっと強めに、これはやめますか。まあまあ、ここはちょっと違うな。よし。あれ、スナップも大きすぎる。もうちょっと、マックス15までいけるんで、まあ、ジグヘッドでとりあえず、でも、もう何狙うか分かんなくなってきました。本当はヒラメとか狙いけど、ちょっと、あ、これあったわ。
これはちょっと使いたい。リアルベイト、リアルベイト、 UK シャット。何が UK なの？ UK っつったらな、イギリスなんだけど、何が UK なのか。5g、 UK5g。 前の方が飛ぶでしょ。でも、あ、さっきの何グラムだったかな。さっきのも5グラムだった。でも、こっちの方が重く感じる。そこまで落とさずに、ゆっくり、ちょっと、引っかかる感じで、ちょんちょんってやって、この、なんか、カキ殻とか、毛に つついてる感じの演出。ちょっと、あ、なんかすごく、もし、お尻のブルブルが感じる。でもすごいリアルだから、とりあえずでも上の方をなんか泳がせたら、下にいる魚がパクッと来るかも。それでとりあえずやってみますか。ゆっくりタダ巻きで。もうちょっとやっぱ飛ばした方がいいな。でもやっぱそこにいるか。ここはちょっと昼間はあれかな。落とすな。ちょっと引っかかるかもしれない。引っかかりやすいな。ちょんちょんで。岩の草をつついてる、ついばんでる感じのイメージ。このとこはでもダメか。あ、加工してたら、もう一つこの竿じゃちょっと飛ばせないな。もうメバリング用のメバルの竿の方が多分飛ぶんで、飛びますね、これ。リアルに泳いでくるから、
高テンションだと、ああ、やっぱし沈みすぎる。高テンションです。ゆっくり竿も倒しながらのテンションフリー。あ、もうすぐ近くまで来てる。あんなとこにあるのかな。やっぱりこれは加工のシルバスか。もしくはピンポイントにどっかそこにのテトラの隙間あたりに全然違った。あ、とってもね、根がかりはほとんどしないからな。しなさそう。こんな厳しい環境でも。まあなんか、そこの加工でも、そこの方を這わせて、もうそこに当たるぐらいに這わせて、砂地とか、で、シーバスが食ってくると。らしいんで、まあそういう釣りで、行こうか。ここだと、あれかな。アジかな、やっぱ。アジングの、まあ、アジも何もいるのかわかんないけど。場所がやるか。